こんにちは、ギターズステーションです。通常当店で、取り扱っている商品というのは、マスタービルダーにカスタムオーダーするという商品が、基本にはなっているんですが、このギターに関しては、フェンダーカスタムショップの、チームビルドにオーダーをした、ギターになります。このギターのコンセプトは、いわゆるそのマスタービルダーの作るギターに迫れるようにということで、それをできる限り、価格設定として、チームビルドの価格設定で販売できるということを目標に、オーダーしたんですけれども、まず、ボディ材であったり、フィンガーボード、そして、ネックセクションに関して、私たち池部楽器のスタッフが、全て、ハンドセレクトを行ったもので、作っていただいているというのが、このギターの特徴になります。まず、ボディに関してなんですけれども、ボディは、クローゼットクラシックフィニッシュになっているんですが、この60ストラトキャスターに関しては、アルダーボディを使用しているんですが、フェンダーカスタムショップの、ファクトリーの方を、当店のスタッフが、訪れたところで、できる限りボディバランスを取れるようにということで、中でも軽量な、アルダーボディを、ハンドセレクトし、なおかつ、ボディに関して、いわゆるフラットゾーンの板目になっているものを、中からピックアップしたものをチョイスしています。まあ、3バーストで、吹かれているので、木目の、ところというのはちょっと、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、板目にすることで、弦のバイブレーションというのを、よく取れるような、形になっているのと、総重量でも、ボディだけのウェイトというのはまだネックであったりハードウェアであったり、そういったものがつくことによって、それだけで全ての、重さというか重量というのは決まらないんですけれども、このギターの個体に関しても 3.2 キロと、若干軽量なボディバランスを達成しています。そしてこのボディのフィニッシュなんですが、少し見ていただくとお分かりいただけるように、できる限り薄くフィニッシュをしてほしいというオーダーを出していますので、アルダーの生地の部分が少しこう浮き出るようなフィニッシュが施されています。通常のクローゼットクラシックであってもここまで生地が見えるというのはやっぱりマスタービルダーのスペックに近い、フィニッシュの仕上がりになっているので、こういったところも、一つの、経年変化を、得た時の、であったり、あとはボディのバイブレーションを取る上でも、かなり、有効に働くんじゃないかと思います。そして風合いもこの3バーストに関しても、いわゆるボディカラーをオーダーして作るというのは、マスタービルダーの、スペックになるんですけれども、3から3バーストに、上からエイジドティントトップコートを施すという、オーダーをこちらから入れているので、赤の部分に、さらに、少しこう焼けた、ティントカラーが、施されることで、何とも言えない風合いが出ているのも、このギターの特筆するべきだと、点だと思います。そしてピックガードはノーマルの、ミントガードなんですけれども、ピックアップに関しては、ファットフィフティーズをセレクトしています。そして、この風合いに、合うようにということで、ハードウェアに関しては全てクローゼットクラシックですと通常の、いわゆるクロ、少しこう、トーンを落としたような傷がついているものだけになるんですが、今回のこのギターに関してはより風合いを、出すためにも、レリックハードウェアを使用しています。ですからブリッジに関してはかなり、焼けが強く出ていますし、ネジに関してスクリューに関してもかなりこうサビが浮き出ているような、スクリューを、使用しているんですけれども、こういった細かいところの、見え方一つでも、レリックとはまたちょっと異なる、いわゆるその傷までは大きくついていないんですが、ボディはすごく綺麗で、パーツ類がこういったところのコンビネーションをすることで、一段上の、ルックスというのを持っているのではないかと思います。そしてフィンガーボードセクションに関しても、木材を選んで、いわゆる、マサメになっていて、できるだけ、指板の色も、トーンが低い、まあ、暗いものを選んでいるんですが、指板のラディアスも 9.5 インチに、6105フレットといういわゆるプレイアビリティを選んでいる、フィンガーモードのセクションになります。こういった材木を選ぶという上でもマスタービルドのスペックであれば、彼らが選ぶということで、その分の労力というかそういったところを必要とするんですが、こういったところを当店のスタッフが行うことで、その中には吸収しているというところもお分かりいただけるんじゃないかと思います。そしてネックに関してはある程度の材が
を、クォーターソーンということでネックを、オーダーすることで今までも、それなりにこう高い、木材を使用していただいていたので、こちらに関してはフェンダーカスタムショップの、ネックセクションの方の、人間に、完成するときにピックアップしてもらっているものを、チョイスしてもらっているんですが、上から見ていただいてもお分かりいただけるように、かなりしっかりとセレクトされたクォーターソーンのネックが、採用されています。いわゆるストラトキャスターというこういうギターに関して、こだわれる点として、やはり、マスタービルダーにオーダーをするということは、マスタービルダーたちが選んでいるボディであったりネックであったり、そういったコンビネーションを、ギター1本として完成させていくというのが、マスタービルドのやっぱりいいところではあると思うんですけれども、チンビルドは、元来もともとのいわゆるその古い、ヴィンテージフェンダーが作られていたのと同じような作り方をしていくということが、一つの指針になっているので、その中からさらに当たりのものを、選びたいということで、現時点で、私たちにできたのはやはりボディになるマテリアルであったりフィンガーボード、あとはネックに、至るマテリアルに関しても、こちらからオーダーもしくはチョイスをしたもので1本を作り上げてくることで、かなり、バランスも、思った通りに仕上がっていると思いますし、ボディの鳴り方も、しっかりボディがバイブレートするのを感じていただけると思いますので、この、イケベ楽器のスタッフたちの、思いがこもったチンビルドのギターをぜひ、ギターズステーションでチェックしていただきたいと思います。ギターズステーションでした。こんにちは、ギターズステーションです。今回紹介させていただくこちらのギターは、フェンダーカスタムショップ1960ストラトキャスターの、クローゼットクラシックなんですけれども、通常当店で、取り扱っている商品というのは、マスタービルダーにカスタムオーダーするという商品が、基本にはなっているんですが、このギターに関しては、フェンダーカスタムショップの、チームビルドにオーダーをした、ギターになります。このギターのコンセプトは、いわゆるそのマスタービルダーの作るギターに迫れるようにということで、それをできる限り、価格設定として、チームビルドの価格設定で販売できるということを目標に、オーダーしたんですけれども、まず、ボディ材であったり、フィンガーボード、そして、ネックセクションに関して、私たちイケベ楽器のスタッフが、全て、ハンドセレクトを行ったもので、作っていただいているというのが、このギターの特徴になります。まず、ボディに関してなんですけれども、ボディは、クローゼットクラシックフィニッシュになっているんですが、この60ストラトキャスターに関しては、アルダーボディを使用しているんですが、フェンダーカスタムショップの、ファクトリーの方を、当店のスタッフが、訪れたところで、できる限りボディバランスを取れるようにということで、中でも軽量な、アルダーボディを、ハンドセレクトし、なおかつ、ボディに関して、いわゆるフラットソーンの板目になっているものを、中からピックアップしたものをチョイスしています。まあ、3バーストで、吹かれているので、木目の、ところというのはちょっと、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、板目にすることで、弦のバイブレーションというのを、よく取れるような、形になっているのと、総重量でも、ボディだけのウェイトというのはまだネックであったりハードウェアであったり、そういったものがつくことによって、それだけで全ての、重さというか重量というのは決まらないんですけれども、このギターの個体に関しても 3.2 キロと、若干軽量なボディバランスを達成しています。そしてこのボディのフィニッシュなんですが、少し見ていただくとお分かりいただけるように、できる限り薄くフィニッシュをしてほしいというオーダーを出していますので、アルダーの生地の部分が少しこう浮き出るようなフィニッシュが施されています。通常のクローゼットクラシックであってもここまで生地が見えるというのはやっぱりマスタービルダーのスペックに近い、フィニッシュの仕上がりになっているので、こういったところも、一つの、経年変化を、得た時の、に、であったり、あとはボディのバイブレーションを取る上でも、かなり、有効に働くんじゃないかと思います。そして風合いもこの3バーストに関しても、いわゆるボディカラーをオーダーして作るというのは、マスタービルダーの、スペックになるんですけれども、3から3バーストに、上からエイジドティントトップコートを施すという、オーダーをこちらから入れているので、赤の部分に、さらに、少しこう焼けた、ティントカラーが、施されることで、何とも言えない風合いが出ているのも、このギターの特筆するべきだと、点だと思います。
そしてピックガードはノーマルのミントガードなんですけれども、ピックアップに関してはファットフィフティーズをセレクトしています。そしてこの風合いに合うようにということで、ハードウェアに関しては全てクローゼットクラシックですと、通常のいわゆるクロー、少しこうトーンを落としたような傷がついているものだけになるんですが、今回のこのギターに関してはより風合いを出すためにもレリックハードウェアを使用しています。ですからブリッジに関してはかなり焼けが強く出ていますし、ネジに関してスクリューに関してもかなりこうサビが浮き出ているような、スクリューを使用しているんですけれども、こういった細かいところの見え方一つでもレリックとはまたちょっと異なる、いわゆるその傷までは大きくついていないんですが、ボディはすごく綺麗で、パーツ類がこういったところのコンビネーションをすることで一段上のルックスというのを持っているのではないかと思います。そしてフィンガーボードセクションに関しても木材を選んで、いわゆるマサメになっていて、できるだけ指板の色も、トーンが低い、まあ、暗いものを選んでいるんですが、指板のラディアスも 9.5 インチに、6105フレットといわゆるプレイアビリティを選んでいる、フィンガーボードのセクションになります。こういった材木を選ぶという上でもマスタービルドのスペックであれば、彼らが選ぶということで、その分の労力というかそういったところを必要とするんですが、こういったところを当店のスタッフが行うことでその中には吸収しているというところもお分かりいただけるんじゃないかと思います。そしてネックに関してはある程度の材がをクォーターソーンということでネックをオーダーすることで、今までもそれなりにこう高い木材を使用していただいていたので、こちらに関してはフェンダーカスタムショップのネックセクションの方の人間に完成するときにピックアップしてもらっているものをチョイスしてもらっているんですが、上から見ていただいてもお分かりいただけるようにかなりしっかりとセレクトされたクォーターソーンのネックが採用されています。いわゆるストラトキャスターというこういうギターに関してこだわれる点として、やはりマスタービルダーにオーダーをするということは、マスタービルダーたちが選んでいるボディであったりネックであったり、そういったコンビネーションをギター一本として完成させていくというのが、マスタービルドのやっぱりいいところではあると思うんですけれども、チンビルドは、元来もともとのいわゆるその古い、ヴィンテージフェンダーが作られていたのと同じような作り方をしていくということが、一つの指針になっているので、その中からさらに当たりのものを、選びたいということで、現時点で、私たちにできたのはやはりボディになるマテリアルであったりフィンガーボード、あとはネックに、至るマテリアルに関しても、こちらからオーダーもしくはチョイスをしたもので1本を作り上げてくることで、かなり、バランスも、思った通りに仕上がっていると思いますし、ボディの鳴り方も、しっかりボディがバイブレートするのを感じていただけると思いますので、この、イケベ楽器のスタッフたちの、思いがこもったチンビルドのギターをぜひ、ギターズステーションでチェックしていただきたいと思います。ギターズステーションでした。